今日は島根大学人間科学部の最初の卒業生で地域で活躍している皆さんに集まってもらいました。島根大学人間科学部は島大人科と言います。今日はその島大人科の魅力について語ってもらいたいと思います。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず自己紹介をしていただいて、その後に今どんなお仕事をしているのか教えてください。はい、梶虎之介です。出身コースは身体活動健康科学コースです。今は、松江に本社を構えます島根電工の営業をさせてもらっています。心理学コース出身の内田優太です。今は県職員として県内の高校の、学校事務をしています。仕事の内容としては結構いろいろな仕事をするんですけど、部活のお金のやり取りだったりだとか、学校の修繕の契約だったりとか、事務全般を行っています。福祉社会コース出身の竹縄美恵です。私は今出雲市にある SPR 出雲クリニックという精神科クリニックの中にあるデイケア、精神科デイケアで精神保健福祉士として働いています。そこでは、精神科にかかっておられる患者さんがいろいろ目的を持って来られるんですけれど、体調のことだったり生活のことだったり一緒にお話ししてこれからどうしていくのがいいか一緒に考えたりとか、今は就労を目指している方も多いので就職支援にも力を入れています。島大人科には身体活動健康科学コース、心理学コース、福祉社会コースの3コースがあります。今日はその3コースからそれぞれの方に集まってもらいました。それでは本題に入ります。それでは少し遡って、なぜ島大人科を志したのか、その動機というかきっかけを教えてもらってもよろしいですか。はい、私自身が、ダンスを小さい頃からやっていたっていうのもあって、体の動かし方であったり仕組みであったり、そういうところに興味があって、そういうことを学べる学部で、新しく出た学部っていうのが人間科学部、そして身体活動健康科学コースっていうのに興味があって島根大学を志望しました。内田さんはいかがですか。はい、僕が心理学を学ぼうと思ったのは、高校生の時に島大の先生が高校に来てもらって心理学の出張講義をしてもらったんですけど、その時に見た講義はすごく面白くて、それで心理学を目指そうと思って島大の人間科学部に入ろうかと思いました。では竹縄さんもお願いします。はい、私は子どもの頃からボランティアに興味があって、いくつかボランティアにも参加してきたんですけれど、そのボランティアに携われる仕事は何かっていうのを高校の先生と一緒に考えていた時に、地域福祉っていう分野があるっていうのを知りました。でその地域福祉に携われる人っていうのが社会福祉士っていうのを知って、社会福祉士を目指しました。なるほど。それぞれの興味関心が新しくできる島大人科の体心つながりと一致したっていうわけですね。はい、はい。人科での実際の大学生活はいかがでしたか。また大学での学びは役に立っていますでしょうか。はい、大学生活では、もちろん楽しい、仲間に恵まれて毎日青春を謳歌してました。で楽しい先生方にも恵まれて、すごい授業も楽しくやっていました。で実際に身体活動健康科学コースに入ってみて、もともと体の仕組みっていうのに興味があったんですけど、それ以外にも、食であったり、あと衣類っていう、さまざまな分野から健康について学べることができたので、非常に充実した4年間になりました。実際に働く中で、高齢者のご自宅に行ったりとかした時に、こういうところに、段差があるから危ないんじゃないかとか、こういうところに、スイッチがあったらすごく便利なんじゃないかっていうところは、その実際身体活動健康科学コースで学んだことによって考えれるようになったのではないかなというふうには思ってます。では内田さんいかがですか。はい、僕は実験心理学の中でも他者との関わりの中で心理を捉える、社会心理学を専門に選びました。一方で専門ではない臨床心理学の知識も、現在自分が仕事で悩んだ時とか他者とのコミュニケーションを取る時に、自分がどういうふうに思っているかっていう、自分の心を客観視するという面ですごく役に立っているかなと思います。では竹縄さんお願いします。はい、
私は福祉社会コースに進んだんですけど、関心のあった心理学も授業を取ることができたのですごく面白かったと思います。コースの方でも社会福祉と精神保健福祉の分野どちらも学ぶことができて、今精神保健福祉士として働く上ですごく大きな土台になっていると思います。皆さん充実した大学生活を送られてますよね。そうですね。それで大学での学びっていうのが直接結びついていなくっても今の生活を支えてるっていうことですかね。はい。それでは最後に島大人科の売りについて聞いてみたいと思います。梶さんのコースはいかがですか。はい。低酸素室をはじめ充実した設備や機材を使ってさまざまな実験をすることができ、普段ではできないような経験ができます。心理学コースはいかがですか。はい。心理学コースはですね、実験心理と臨床心理どちらも学べることがすごく、売りになっていると思います。では福祉社会コースはいかがですか。はい。社会福祉士と精神保健福祉士の2つの資格を目指せるところだと思います。どれを取っても国立大学にはなかなかない魅力ですよね。今日は皆さんお忙しい中集まっていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。